ガレリア・アルベルト・ソルディ、床モザイ在ガッテリア・アルベルト・ソルディは、ローマのコロンナ広場に面して立つショッピングモール。1922年春行で、アール・ヌーボーを見せる、この建築は、当初がアレリア・コロンナと呼ばれた。キージ群やモンテチ通りを宮殿、中央郵便局にほど近い立地によって、芸術家から政治家までが集まる施設として利用された。 やがて長らく閉鎖されることになったが、修復工事を経た2003年12月の真相開店にあたって、ローマ出身の俳優、アルベルト・ソルディの名を冠すこととし、名称を、現行のガレリア・アルベルト・ソルディに変更した。コロンナ広場当面のコルソ通りを挟んだ地点に、立地し、ポルチコを持ち大理石と、トラバーチンで化粧されたファサードを構える。 内部に入ると2方向に通路が伸び、それぞれの通路の両側には各種ファッションブランドから書店やレストランといったテナントが入り、また通路上のスペースにテーブルを配置したバールもある。壁面や床の装飾、さらにステンドグラスといったインテリアも見どころ。右手の通路の突き当たりの扉から外へ出れば、トレビの泉まですぐ、左手の通路の先から出ると鳥ト島トネ通りに出る。 ありがとうございます。